いやでも本当ね、そのもう顔を見たら阪神に入りますって言いそうでしたもん。本当に悩みましたよ。一緒にやりたいなってすっごく思いましたもん。しかし田口が選んだのはメジャーへの挑戦だった。このまま日本でずっと野球を続けて、引退したら一生悔いが残るかなと、まあこの先どうなるかわからないですけども、夢を夢で終わらせたくなかった。もうずっとそのメジャーメジャーいう話してましたから、別にその最終的に決めた時にはそうかなと思いましたけどね、直前になってもトリプルやることが分かったわけですよ。で行って、まあ、その時はショック、確かにショックだったです、正直言ってね。で行ってそのメンフィスでレッドバーズの試合をいろいろと見て、これはいいなと思いましたな。あのメジャーでなくても、でここで勉強して上がるのも一つの道かなと。これがその4年生で、父義行さんは元社会人野球の選手、小学生の田口に基本を徹底的に叩き込んだという。第一の教えはグローブの真ん中でボールを取ること。20年近く経ってるんですからね。田口は父の教えを守り通した。開幕から2ヶ月、田口はまだ 3A にいた。メジャーリーグに上がるためには何か人より抜きんでた能力が求められる。田口はこのアメリカでも守備に長けていた。Seems to know where to throw the ball before it's even hit sometimes. You know, he knows what base to throw to, and he leads the team in sacrifice bunts. One of the best bunters I've seen in a long time. ファインプレーに見せない、派手なプレーじゃない方が僕は好きなんですよ。だからどんな難しい球でも簡単に取りたい。難しい球をいかにして簡単に取ることができるのか。田口にはバッターがボールを打つ前にそのボールの飛ぶ方向を見極める術があるのだという。とりあえずバッターは出てきて、名前と打率ホームラン見て、さあこいつは力があるバッターかどうかで、打率が高ければ反対側へ打っていくことが結構うまいのかなっていう想定のもとに、だいたいポジショニング取りますよね。例えばこの右バッターの場合、田口はまずボードを確認する。バッターにホームランがなく打率が低いことを確認すると、右に打つ技術はないと判断し、何気ない動きでポジションを大きく左に変えた。1球目インコース高めのストレートをファール。やはり力任せに引っ張るスイング。そこからピッチャーとの関係で1球投げた。あ、ちょっと今のタイミングの取り方やったらこっちじゃないかなっていうので若干動いて。ボールは予想通り田口のやや左側に飛んできた。田口の経験に裏打ちされた洞察力がヒット性の当たりを平凡な外野フライに変えたのだ。試合は0対0のまま7回裏、ツーアウト満塁で田口に打順が回ってきた。サード強襲のタイムリーヒット。結局これが決勝点となってレッドバーズが勝ち、3連勝を収めた。これでチームはリーグ2位。選手たちの調子も上向きで
いつ誰がメジャーに呼ばれてもおかしくないという雰囲気になってきた。ロッカールームも明るい空気に包まれていた。ところがスポーツニュースがカージナルスの勝利を伝えた途端、部屋の空気が一変した。このところカージナルスも絶好調。どうやら選手の入れ替えもなさそうだった。今田口にできることはただ自らを高めること、そして待つこと。そんなある日、田口の気持ちを気遣ってかチームメートが外に誘ってくれた。夜の街に出るのはアメリカに来て初めて。アメリカは偉大だ。こんなこと言ってる場合ちゃうっちゅう。上がれっちゅうな。6月9日デーゲーム。この日もいつも通り2番センターでの出場が予定されていた。ところが試合開始の1時間前になって、田口が突然監督に呼ばれた。監督室に入って15分。いきなりその日は訪れた。エドモンズが故障者リストに入ったらしくて、明日から。シアトル。ニューヨークのシアトル。明日から。明日から。だから今から全部用意しなあかんけど。シアトルに遠征中のカージナルスに今すぐ合流するように伝えられた。念願のメジャー行き。待ってな。嬉しいんですけどね、荷物どうしようかとすごい迷ってる。喜びと戸惑い。ライバルであるはずの仲間からの祝福。みんな悔しくないはずはない。しかしメジャーに上がれる喜びがどれほどのものか知ればこそ、誰もが悔しさを押し殺して祝福してくれるのだ。田口は支えてくれた人たち一人一人に挨拶して回った。お会いのことはおめでとう。おめでとう。グラジュレーション。これが最後のお別れ。彼らのもとへ再び帰ることがあってはならないのだ。田口はメジャーリーガーになるためにこの国へやってきたのだから。